まり遠く行くと危ないわよ。お天気でよかったわ。何年ぶりかしらこんなこと、うん、いいお天気だね。ちょいと一回りしてこようかな。何です？ゴルフですか？うん。今日はおよしになったら、みんなでこんなとこへ来られるの今日でおしまいかもわかりませんわ。これで節子でも行っちゃうと。そうか、そうだね。でもあの子が行くまでにはまだどっか行けるさ。けどあなたお忙しいし。うん。しかし黙ってニヤニヤしてるってのはどういうんだろう。誰？節子ですか？うん。そりゃ私だってそうだったから。それはお前の時とは時代が違うよ。いいのかね、話進めて。ええ、いいんでしょ。大丈夫よ。うん。ああ。いい気持ちだ。私ね、なんだい。時々そう思うんだけど、戦争中敵の飛行機が来るとよくみんなで急いで防空壕へ駆け込んだわね。節子はまだ小学校へ入ったばっかりだし、久子はやっと歩けるくらいで、親子4人真っ暗な中で死ねばこのまま一緒だと思ったことあったじゃないの。うん、そうだったね。戦争は嫌だったけど、時々あの時のことがふと懐かしくなることあるの。あなたない？ないね。俺はあの自分が一番嫌だった。物はないし、つまらん奴が威張ってるしね。でも私は良かった。あんなに親子4人が一つになれたことなかったもん。なんだ、この頃俺の帰りがちょいちょい遅くなるからか。でもないけど、4人揃って晩ご飯食べることめったにないじゃない。そりゃ俺の仕事がだんだん忙しくなってきたからさ。その代わり暮らしもいくらか楽になってきたじゃないか。でもやっぱり。やっぱりなんだい。うん、もういいの。